鳥山石炎、今弱百鬼周囲より、青アンドン、青アンドンは、百物語の会に現れるとされる、日本の妖怪である。百飴になろうとするとき、または百飴が終わったときに現れるとされる。百物語をするときには、雰囲気を出すために暗鈍に青い紙を貼っていたとも、言われている。鳥山石炎の、今弱百鬼周囲には、黒い長い紙と角を持ち、 歯を黒く塗った白い着物を着た貴女の姿で描かれている。江戸時代の階段集、宿直層にある話の一つ、百物語して、地の足を切ることには、百物語の百話目で天井から大きな手が現れ、刀で切りつけたところ、それは三寸ほどの雲の足だったと記述されている。また、今弱百鬼周囲の解説文には、鬼を断ずれば、 会に至るとやへりとあることから、青アアンドンとは、妖怪自体の名前ではなく、百物語の後に起きるとされる諸々の会を指しているとの説もある。百物語を語った人々は、会を恐れて、階段を99個目でやめたと伝えられていることから、青アアンドンが現れたという具体的な記録はほとんど残されていない。近藤水希は、 この絵に描かれた暗読の前の裁縫道具、櫛、手紙などは暗読の下で夫が他の女からもらった恋文を読んだ本妻が嫉妬に駆られた状況を暗示し、この絵の主題は嫉妬の終身であるとしている。ありがとうございます。